今日からの阪神横浜ローテ予想がこちら。村上、ジャクソン大竹、吉野西勇輝、ジャクソンはまさに弱そうだからどうやろね。ジャクソン苦手だが前に K にもやられてる。でも最後は渡来のギャグで勝てたけど。横浜も普通に3立てやろうしたの。ジャクソンも前に試合とも4失点してるしな。今の打線だラッチよりは広島が負けないんだよな。前川はジャクソン全く打てんけど明日はなんとか攻略してほしいわ。ハマスタで今のボールなら相当ホームラン出るだろう。打たれる方も心配だけど1試合3本は打てるんじゃね。キョヒロが DE3 立てしてしまったんでこっちも DE3 つ取らんとあかんのが辛いです。広島はなぜか中日には弱いからうちは次の DNA 戦も一つも落としたくないな。相手ジャクソンや自然界の村上見たら結構厳しいかもな。ジャクソン剛腕打者多いよな。特に近本村上も立ち上がり悪いから正直明日どうかな。前回の中日の石膏にかなり助けられてた感あるし。浜スタ神宮の後は4カード連続ドームやで。明日ジャクソン買い間なら出そうやけどどうかな。ジャクソンをよく打ってるのは坂本大山島だ。ジャクソンは見て前が有効なはずやのに意外に支給が取れんから苦労しとる。8連敗中の DNA と浜スタが逆に怖いわね。Wなんとら速報はこれからも阪神タイガースの動画をお届けするので阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。